どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、まかないで作るアレンジシリーズをご紹介します。で、今日はちょっとまたお人形さんでやったんですけど、どちらかといったらこうねじってこうまとめるだけなんですけど、まかないでもこうルーズに結構可愛く動きができる方法をやってみましたので、もう毛先も簡単にポニーテールにして、まあ、スプリングゴムつけただけなんですけど、簡単にできるアレンジですので、ルーズに動きが普段出せない方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずモロッカンオイルをつけていきます。次にブラシでしっかりと溶かしていきます。次に髪の毛を分けていきます。こう真ん中が正中線としたら、その両脇の部分のトップの部分ですね、この髪の毛を後ろに持ってきながら少しねじります。ねじってもらったところで少しだけルーズにボリュームを出しておきます。で、ここでダッカールで止めておきます。次に反対側のトップの部分も取り分けます。真ん中は残しておいて、で、こっちもねじっていきます。ねじったところで少しボリュームを出していきます。だいたい 2-3 ミリ幅ぐらいでボリュームを出しておけば完璧かなと思います。ボリュームを出したらダッカールでもう一度止めておきます。こんな感じで取り分けた状態になっております。で、次に全体の髪の毛を後ろにまとめて、で、ダッカールを外していきます。で、このくるくるっと、ねじったところ、ボリューム出したところはあんまり溶かさないで、サイドの部分を手ぐしでしっかりと溶かしておきます。で、真ん中の部分で今回はスプリングゴムを使います。しっかりと結ぶのがポイントです。次にゴムの部分を持ちながら、まず真ん中のボリュームを出してないところですねを指で少し広げていきます。ちょっとこう頭の形を良くするぐらいの感覚で、指で広げるぐらいで大丈夫かなと思います。次にサイドの部分も少しボリューム出すのですが、一回最初にこう分けてた部分、ねじった部分とここのサイドの部分でちょっと割れ目というかが出てきやすいかなと思うので、そこはこう指でなぞりながらやってあげると綺麗に分け目はなくなると思います。で、あとはサイドの部分もゴムの部分を押さえながら少しだけこう凹凸が出るぐらいで大丈夫ですので、少しだけボリューム出す感じでやってください。反対側も同様に指で分け目をぼかしながら、ゴムの部分を持って少し凹凸ができるぐらいボリュームを出します。最後にまたモロッカンオイルで毛先のパサつきをなくしていきます。結構しっかりめにつけてウェット感が出てると、よりアレンジって可愛く見えるかなと思いますので、なるべくしっかりとつけてやってください。はい、こんな感じで仕上がりました。結構2本だけこうねじってまとめるだけでルーズに出て可愛く見えるかなと思いますので、まかないで作るアレンジ、よかったら参考にしてみてください。